はい、皆さんおはようございます。チューリッププリンセスです。今日も私の朝ごはんをご紹介したいと思います。今日はこんな感じにしてみました。ようやくね、新しいお味噌汁を作りました。今日は新玉ねぎと、わかめとあと小松菜ですね、そちらのお味噌汁にしてみました。お味噌は玄米味噌にしました。お出汁はいりこ出汁です。はい、こちらに、大地宅配の、はちみつ梅干しですね。そしてこちらはラディッシュ坊やの、ホタテのクリームコロッケかな。こちらをノンフライヤーで仕上げました。ちょっとちらっと映ってるのがビオマルシェの有機醤油です。これをねかけていただきたいと思います。本当はねお醤油差しとかに入れた方がお上品だとは思うんですけれども、ちょっと私はこうあんまり酸化させたくないっていう気持ちがあるので、ちょっとねこの大きいのボンと置くのはどうかとも思うんですけれども、なるべくあまりそのお醤油とかは酸化させたくないので、このまま使ったりしています。なので本当は小さい瓶の方がいいかなと思います。はい、でこちらが昨日創作で作った、白菜とトマトと、平飼い卵のココナッツオイル炒めがまだ余っていたので少しいただきたいと思います。はい、でこちらが、いつもの、天然水ですね。富士山の非加熱の天然水。そしてこちらが金芽米ご飯の、パックご飯ですね。ちょっとね、まだまだね、ちょっと私の旦那さんの王子が、ご飯を炊いてくれていないので、というのもね、 YouTube の編集作業を昨日、それにもうなんか命を燃やして頑張ってくれていたので、もう疲れてねご飯炊けないですよね昨日はなんかお風呂も入らずに寝ちゃってね、一生懸命やってくれたので、ご飯を炊いてるような余裕はなかったようで、まだ炊けていませんでした。また今からね後で炊いてくれるみたいです。なのでタニタの、金芽米ご飯のパックご飯を、レンジで2分ほどチンしました。こんな感じですね。まあちょっと手抜きなんですけれども、私もちょっとね、連日、YouTube の撮影でもバテバテになってしまっているので、こんな感じですね。あとは、こちらの、いつも食べている板わかめのふりかけ。これはもう板わかめ 100% なんですね。なのでこちらをこうご飯にかけて、もう全然味もないようなわかめそのものの味なので、全然塩気も甘みもついていないんですね。でもこちらをねいつも食べるようにしています。とっても私はね大好きですね。こちらは本当に物足りないかもしれないんですけれども、本当に自然のね板わかめだけの味なので、島根県のね板わかめなんですね。これをこうふりかけ状にフレークしてくれてるというか、砕いてくれてて、とっても食べやすくて気に入っています。アンチエイジングとかね、髪ですね、やっぱり。髪のツヤって大事ですよね。髪にやっぱりツヤがあるかないかで、まあ、5歳ぐらいは年齢が違って見えるんじゃないかなって私は思うほどなので、髪のツヤっていうのは維持していきたいなと思っています。こんな感じですね。はい。では、今から、ちょっと疲れ気味なんですけれども、はい。今からいただきたいと思います。いただきます。バイバイ。